ルラン、本当に生きていたのか。レナス・アルマもあるわ。それじゃやはりここで奨励の儀を。だけどなんだか様子が変だよ。全く気に至らん。諸力を糾合すべし、始まりの入り混じりより現れしよう。未だあるべきに至らざれば、よろずを煮えに。レナの採用、まことの王の見合い。何があったのだ。自我も失い、まるで機械の一部のようだ。ねえ見て、あれって、これは巫女の紋章じゃないか。まさかこの部屋全体が巫女の代わりを果たしているのか。一応稼働しているようだが、すでに儀式は行われた後なのか。その結果がレネギスの変形なら、儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。だが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかであの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。脅かすな、ロハ。アルフ！赤い女！ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て！何？同じ顔？何？何なのこいつら？ちょ！レナの支配者なのか。どうやら話をする気はないと見える。ここは戦うしかないわ、アルケン。今まで一つの方が危ない。分かった、とにかくこいつらを止めよう。私の手や必要を持つ天空の X を止めよう。これでいける。私の強い天然進化の最先端を誰だ。
仲間を今の力で呼び戻すのアド絶対魔人剣ストーガ蒸発しろ魔人剣ストーガアド私に任せて魔人剣ストーガ光を貫け諦めろ。これ以上は無意味だ。今度こそ降参したのか。精霊力、気をつけて。そいつまだ何かする気だよ。何？自爆だと？アルフ！大丈夫だ。なんとかかわした。ヒヤッとしたぜ。誰の許しを得ている？やろう、目を覚ましやがった。どこかと思えば、ここを知っているのか。当然だ。俺のために作られたのだからな。だがそんなことはいい。それより貴様の首に用がある。この後に及んでまだ俺が憎いのか。貴様は俺に傷をつけた。王であろうとなかろうと絶対に許さん。強がりはよしなさい。身動き一つできない身で。そう見えるか。こんなもので俺を縛りつけておけるなどと思うな。自分は支配者だからとでも言うつもり？王も鶴ども、すべて誰かの思惑で与えられた地位に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして、支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たにすぎん。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく、特定の能力と役割を与えられた者の故障だと知っている。君はかつて他にもダナからさらわれた者がいたと言ったな。ああ、何人だ。そして死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということは、どうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということだ。そしてあの研究施設の記録、君とボルラー、300年の開きはあるが、記録上の扱いは全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それってアルフェンみたいに連れ去られたってこと？なら
ダナの奴隷だ。俺たちと同じ。違うか、ボルラ。レナ人のふりをして同じダナ人を苦しめてたってのかよ。なぜだ、奴隷の苦しみを知っていたならなぜそれに加担したのだ。エナもダナも等しく見える。俺とそれ以外あるのはただそれのみ。俺は全てを手にしその上に立つ。当然これも俺のものだ。赤い女、まだいたのかよ。レナにいる貴様らの主に伝えろ。俺を苔にした報いは必ず受けさせるとな。やめろ。レナスアルマが。これは危険だ。脱出するぞアルフェ。常に俺が後ろにいると知れ。行きましょう。忘れるな、俺は全てを食らう者、断じて末路う者にあらず。俺は支配者、俺は。問題ない。ボルランは死んだのでしょうか。そう願いたいものだ。あの赤い女たちも一体何だったの。あれが私たちの追っていた黒幕。レネギスの兵士やフィアリエを差し向けたのも。あの怪物どもがかよ。いや、それよりまたあいつらにレナ・サルマを取られちまった。くそ、これで二度目だ。取られたなら取り返すまでだ。俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに。ボルランはレナに赤い女の主がいると言っていた。あの異形が赤い女の正体なら、その主というのは、人間ではない何かということもあり得るな。それが本当の黒幕ってこと。それがレナにいるの。レナス・アルマを持って今さらダナに向かうとも思えんしな。追うとすればレナ同感だ。よし、星船に戻ろう。それにしてもまさかボルラ